てんとまことチャンネル始まるよ。どうも、てんまこのてんの方です。今回は娘屋さんで遊んでいる様子を動画にさせていただきましたので、ぜひ見ていただけたらなと思います。なんといってもアームパワーが強いので、重たいグランジスタもこのようにめちゃめちゃ動かすことができます。他のお店でもグランジスタの炭治郎を取ったんですけど、やっぱりこのぐらいアームパワーが強いのは僕はマスビアさんぐらいしか知らないですね。はい、めちゃめちゃ動くのでとてもやりやすいです。ただすごく動きやすいので、逆に少し考えなきゃいけないところも多々あります。これは失敗ですね。ついてしまいました。結構アームにねじれがあるので、少しやってからじゃないと難しいかもしれないですね。もう一度手前を狙ってるんですけど、はい、なかなかもう手前が入らないので、これはもう右アームを使える奥を狙っていきたいと思います。まあもう頭から落としてしまえばもう落ちそうなので、はい、このまま絞り出すイメージですね。なんとも難しいハマり方をしました。もう手前は落ちてるので残るは奥なんですけども、これは手前を少し持ち上げて奥側を落とすイメージなんですけども、はい、なんとこの後両替に行ってる間に落ちてしまったので、ゴトンしたところはちょっと映せなかったです。では別日にもう一度炭治郎をチャレンジしていきます。今度は縦にはまりましたね。今回は左アームで手前を引っかいて横にするイメージですね。はい、正直あまり横ハメはおすすめしないんですけど、ちょっと難易度高くなっちゃうんですよね。下手しずっとシーソーみたいに同じ動きしかしなくなってしまうので、はい、乗った。これはちょっと不思議な形ですね。はい、少し奥目を持ち上げてそのまま落としたいイメージなんですけど、結局また同じようにはまりました。こうなってしまうので横ハメはちょっと難しいんですけども、続行しております。はい、次は手前を狙います。これでどっちかが浮いてくれたらいいんですけど、ちょっとど真ん中すぎましたね。はい、次は右アームを強めに手前狙いですね。あ、どうだ、角持てたかな。これはあ、いい感じですね。もう左側はほぼほぼ落ちてる。あと右側の角が残ってるので、アームパワーが十分強いので、右アームをうまく引っ掛けて水平にして落としたい。どうだ、微妙に残ってるんですよね。これほぼほぼ落ちてるんですけど、これはどうしたもんかっていう感じなんですけど、下手に掴むとまたアームパワーが強いので持ち上げてしまうんですけども、はい、今回は少し下角を持ちたかったんですけども、持てずまた逆にはまるっていう。なかなか
普段ここまでアームパワーを気にすることがないので、やっぱやっていて面白いですね。さあどうだ、なんか見覚えのある光景になってきましたね。なんかさっきもこんな形があった気がする。はい、こうなると右アームで右側の角を持って水平にして落としたい。あーどうだ、また微妙に残ってる。もうほとんど落ちてるんですけども。はい、ここで右アームだけ引っ掛けて左アームに仕事をさせないで落としました。アームにねじれがあるからこそできることでしたね。では次、キューポスケットがたくさん入ってるブースに行きたいと思います。こちらのブース、なんとこのようにバランスキャッチができてしまうので、ただ端幅はちょっと狭めなので、僕はいつもここやるときはいい形になるまでバランスキャッチして、今回みたいにいい形になったらそこから攻めるようにしてます。ただ見ていただいたら分かるんですけども、やはりアームパワーは強めなので、今のももうちょっとアームパワーが弱かったらそのままこう縦はめできたんですけど、強いがゆえに結構動きすぎてしまうので、そこは少し難しいですね、調整が。場合によっては本当に片アームだけに仕事をさせるっていうこともしていかないと。まあ弱いより強い方が全然楽しいんですけどね。ちょっと形が悪くなったのでもう一回 PC します。で形を整えていこうとしたんですけども、このまま落ちてくれました。はい、4手です。では次セピア狙っていきたいと思います。まずは PC ですね。ここから始まります。さあどんな形で落ちる。ちょっと微妙ですね。どうしよっかなっていう形です。はい、奥を掴んでぐるんと回して倒れろ。そう倒れて欲しかったんじゃないんですけども、ちなみに手前のバーの上で水平に寝かせて奥に落とすっていうこともできるので、今それを狙ったんですけども、まさかのこの形なので、これはもう一度 PC をします。いい形になれ。どうだろうみたいな感じですね。これはもう一度やり直しということで仕切り直したいと思います。ただ失敗、 BC 失敗しました。さあもう一回チャレンジ、どうなる。はい、これはもうすごいスッと落ちていきましたね。バウンドしないでスッと落ちていってくれました。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。大阪でも本当に有料店なので、ぜひ大阪に来られた際には皆さん立ち寄ってみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はここまでとなります。ぜひ皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと天と誠チャンネルではゲーム配信もしてますので、そちらですと僕もお話皆さんとできますので、ぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。